はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ファッフィーと申します。今日も陶器店極み続き、まあ続きというか、前回は無限討伐でお金を稼いだ感じでしたが、今回はまたちょっと素材集めの方をさせていただきたいなと思います。で、何回もやって申し訳ないですけど、もう一回なぎなたのやつ行ってきます。なんだなんだ、あ、これあれかな、クリアした分かな。じゃんけんペリーですよね。これは依頼の分ですね。よし、ではでは、まずはもうだいぶでも進んだんですけどね、素材的にはですね、まあ他にも武器種を整えていけばいろんな武器が作れるんですが、まあまあひとまずはよく使うものからいきましょう。ここはどこに追加なしね。で、やるのがですね、ちょっとまた申し訳ないんですが、これを、どれだったっけ、ね、これだ、これやっていきましょう。また、おそらくですね、ちょっと調べたら、マガツ戦とクエ山の素材が多分出てないんですよね。それで止まってるんだと思います。回収してますね。OK。じゃあ、何でいこうかな。タチはでもあれか、そうなんですよね、マガツ戦が結構厄介で、なんていうんですかね、巻き込みづらい敵っていうか、結構相性がある敵だと思うんですけど、赤ニュート持っていきましょうか、久しぶりにね。これなんでこうしたんだ。ああ、一戦か。これで三戦にして、盲信戦。で、精神統一二つ見。で、これで、あれか。この、武器ゲージ増加量と弾振りの使用感覚を短縮させるっていう。まあまあ、悪くはないですけど、これ、激励、はい。まあまあ、一戦持ちってなると、あんまりたくさん持ってないのか。あとは、そうですね。一戦持ちって言ったら、どうだっけ、前田刑事とか持ってなかった、あったね。闘志、闘志不行不屈か。ちょっと微妙は微妙ですね。まあ、闘志もあって悪いことはないですけどね、絶対。あれに関しては微妙かな。金細胞に関してはですね。まあまあ、もちろんあって悪いことは一つもないですけどね。威力上昇特攻、強化も特攻、特化増幅も保険で積んでてもいいような気はするんですけどね。今、一応回復はないのか。そうですね。はしそうなんですよね。まあまあ、でもそんなにそこまできついっていうこともないでしょう。一応こう見たまですしね、玉振り構えして早いのは早いですからね。瞬速ついてるのもいいですよね、これ。他にもうないのかな。まあ、いっか。これでいきましょう。ちょっと何ですか、人。伊賀の壺をね、外したので、力自慢がないのがちょっと。なってんですけどね。まあいいでしょう。よし、じゃあ任務で DLC で、どれだったっけ、これだ。よし、まあまたお金は100万近く貯まったので、作る余裕はあるはずですからね。あ、すいません。で、ずいぶん寒くなってですね、ちょっと暖房かけてるんで、もしかしたらちょっと、ザーっていう、まあ、風の音ですね。一応これ、消してはくれるタイプの分だったとは思うんですが、入ってたら申し訳ないです。ちょっとさすがに寒くなりましたね。ちなみにまた深夜撮ってます。
最近もこの時間起きちゃいますね、なんだか。良いのか悪いのか自分でもよくわかんないんですけど、まあまあ逆にあのちょうどもう一回次に起きる時が結構早くていい感じの時間起きてるんで、まあいいかなと思ってやってますね。はい、いいよ。よし、赤だ。いいね。はい。ほいほいほい。へい。ちょっとダッシュする分やっぱりでもちょっとあのあれはありますね。あのスタミナの消費は結構ありますね、思ったよりは。で、まあこいつはあのこのまんまでも結構あの会心率は高いので、赤入道がですね、まあもう猛進戦つけてる場合は攻撃力が非常に高いやつが一番いいんでしょうけど、まあ物は考えようで、あの会心率が高い分普通にも出やすいって思えば使いやすいかなと思って使ってますね。無属性ですからやっぱり攻撃力自体は低くはないですからね。え、ナイス。え、おい、せーの、ドン。ちょっと倒ない。ジャンプ、えいよ。もう背中は破られてるんですね。スルアウトして1、2、3、2、距離が怪しくなってきましたけど、まあいいでしょう。参戦だとこの三角攻撃でも結構強いんじゃないのかなって思うんですけど、どうなんですかね。なんと、OK、良くない、豪快な空振りでしたね。ほい、よーん、ほい、やれやれ、いいよ。今のところゴリゴリをしてますね。よっしゃよっしゃ、一方的だったんじゃないですか。花細胞はでもやっぱハマると強いですよね。昔動画で見ましたけど、あの貝の花細胞とかめちゃくちゃすごかったですけどね。もうずっとなんかあの何の鬼だっただろう、足をずっとこう吹っ飛ばされてはっていう感じで、もうずっと破壊が続くみたいな感じですごい強そうでしたけどね。それそれ、あー、スカッた。最後ちょっと集まってもらおうか。離れて、いっていって、やっぱ痛いなこいつは。なんか来た、一人どこ行った気がするけど、まあいいや。はい、またいっぱいに、ちょっとあの振動が入るようになったのであんまり良くない気がしますね。丸い場所にデカ行っちゃいましたけど、当たるかな。
なんだなんだ、どこどこ、おい、わか、よく見えない。ナイス、あと1本ここを持てかな。よし、また一切りたまりましたけど、あと角と離れよ。はい、えい、せいよ、よしよし、角がいったみたいですね。あー離れちゃった、よいしょ、ためてためて、ちょっとけい、トントントン、よいしょ、ナイス。じゃあ私がこれちぎりましょう。せーの、どこいしょ。オッケー、これでラスト。あ、真ん中いると今の当たらないんですか。今のちょっと死を覚悟したんですけど、また当たらないわ。ちょっと実は密かにあの箸狙ってたんですけど、はい、おっと危ない、せい、ほい、ほい、へい、やれやれ、みんな、どれ、まだまだ、よいしょ、ためてためて、ドロン、ほら、ほら、はい、よし、ここ一緒、ちょっとどっちも使います。あそこにさえいなければそんなに怖い攻撃じゃないですからね。なんか変なところにあれが罠が敷かれたけど、引っかかるかな、ちょっとずれないと難しいね。いいよ、つい来るか、はい来た、あ、待ってた、え、嘘、早くない、あ、今また引っかかった、ナイス、おっせい、あらよ、ほら、まだまだだね、ちょっとやっぱ良くないな、結構回復できない、えい、怖い、ロロするね、せい、はい、まあでもだいぶ減ってます、前回よりは結構安定してるんじゃないですかね、あのうちに
せい、ほら、だ、おお、ちょっと怖かった、ビビっちゃった。ちっ、あ、使った、うそ、それは良くないぞ。待て、よし、よっ、ドンドン、えい、オッケー、倒したね、よしよし、まあ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 、ちょっと危なかったですけど、順調順調。よし、よし、床屋の目の君ですね、来てくれる？一回離れようか、一回離れようね、なんか一人いなくない？いた、行くよ行くよ、オッケー、またゴトゴトすいません、よしよし、とりあえず腕もちぎれ飛んだね、うほっ、せい、ほら、よっしゃ、え、ちょっと回復しとこう、手伝っとこうか、大丈夫、OK、まあ、花子さんにとにかく回収してもらわないといけないので、ひょ、こえ、こいつはでもほんとちょっと動きが違う感じしますよね、危ね、回復してトントントンと行こうか、ほら、せーの、どこいしょ、一発、ほら、せい、あ、今使ってない、あ、奪ってる、ナイス、よしよし、だいぶ破壊も終わっ、もう全部かな、あとはまたあれが出た時だけですね、あれってまたあの翼ですね、ナイス、いいよ、あと全然だ、まあでも破壊は終わりましたね、おそらく、あ、一応確認しましょう、もうないですね、ほいほいほい、ピア、オッケー、ピンチ切りは溜まりました、はい、うわー、引かれた、よしよし、まあでもあれはもう終わってますからね、よいしょ、雨降りの間隔が短くなるのはでも地味にやっぱりいいな、せい、ほら、いて、まずい、まずいまずい、ちょっと逃げよう、よしよし、回復して、あー、終わっちゃったか、まだ
あもうこうも終わっちゃった。まあいいや。えい。いやでもやっぱりあの何ですか、白人とあの英霊の激励はやっぱ結構効いてる感じがしますね。グンって回復しますもんね。見ました今。あもう回復しましたもんね。あの英霊の激励があの玉振りの使用感覚を短くするんですけど、でこれダッシュで必ず回心ですから当たれば確実なんですけど、ダメージに応じておそらく回復量が決まってるんだと思うんですけど、すごい回復してますね。というよりもう分身将来も使えるようになってる。 OK、 どうですかね、これいけるかな。破れた。 OK、 うい。いいよ。当てる。ウビア。ちょっと下に置けない、これ。ゴトゴトなる。ちょっと振動切った方がいいですかね、これ。えい。シュルヤ。ああ、当たらなかったか。これはもらうんだよね。やめて。こうグーと鼻細胞の辛いのはこれですよね。この火がついたりした時に転がるのがちょっと大変なので、よし。回復して、ほら、回復して離れる。よし、じゃあダッシュで三角行きましょう。あ、逃げられた。そうですね、軍神将来とかってやっぱり結局のところあんまり数使えないんでですね、あの回復するのに時間かかるんですよね。あの丸玉振りって大体そうですけど、強いんですけど、あのなかなか次の使用可能時間までが長くて、わわ、なんか毒が一回落ちてきた。大変なんですけど、これだとガンガンに使えますよね。離れて、あぶね。このままいけねえかな。あ、なんで近寄る近寄る。あ、どうした。えい、オッケー。まあ強いな、やっぱグーじゃない、鼻細胞。鼻細胞はなんかこう丁寧にこの三角攻撃当てるだけでも結構強いなと思うんで、この辺使いやすくていいですよね。でなんかあのチャンスだなと思ったら丸攻撃で、これも強いですしね。まあ大体こう全部セット当たらないんですけど、でもなんかこう狙いたくなりますよね。ロマンがあっていいですよね。結構お気に入りですね。箸ができたらすごいかっこいいと思うんですけどね。相手はもういらないんだな。あ、天輪山が出た。で、あとは出てないかな。あとは出てないと思われます。なかなか出ないですね。どうかな、これで、あの、リストに出るといいんですけど、やっぱ、表示されないとこう、辛いもんがありますよね。何集めていいのかがわからないので。まあ、そういう意味では、本当、先人のあの、ブログとかそういうのでも情報があると本当助かりますよね。よしよし、 OK。 じゃあちょっと覗いてみましょう。まあ少なくとも足りてることはないですね。あのなんだっけ、
マガツイクサか。あっちの素材が多分出てないんです。沈黙は終わっちゃったのか。ちょっと残念だな。これで赤入道もフル強化です。なんだっけ、うわー出ないのか、出ないのかい、出ないのかい。あとはなかったのが何だったっけ。ここか。このヒーローの闇は出なかったですね。まあさっきなかったですもんね。あとは冬山の素材は出ましたね。やってないから出ないですよね。だから結構終わってるんですよね。あれ待って、私前回だったかな、お断りいましたかね。ちょっと回数がはっきりしてないんですけど、待てよ。ですね、前回言ってるのかな、前々回だったのかな。一応言っておきます。何回だったかな、前回か前々回かがですね、私、いやこれ説明したな、ミュートにしたまんまにして録画を始めて、終始そのまま無言っていうかすごくくっちゃべってたんですけど、音が一つも私の声が入らないっていうのをやったんですけど、まあ大変申し訳ありませんでした。確か前回お断りしたとは思うんですけど、まあ今回もですねちょっと気をつけて始めてますんで、今回は大丈夫ですね。まあ、本当あの時も何個か武器ができてすごいこう嬉しくっていろいろ話してたんですけど、まあまたなんていうんですかね、アフレコっていうんですか、後で録画するやつ、録音するのだからアフターレコードだからアフレコでいいのかな。でまあそういうのでまたできるといいんですけど、自分が何喋ったかあんまり覚えてできない。まあ、あとちょっとまた技術的なこともちょっと勉強しないと難しいですね。ここでいいでしょう。どうしようかな。じゃあ次は猫ちゃんやりましょうかね。風縫いを。なんか疾風衣かな、あれが詰まってたと思うので。そうですね、まだ思ったよりちょっと早く行けたので、まあそれでも結構20分以上はかかってるんですが、よいしょ。そうだな、常世の王とこれ風の行きましょうかね。なんかこう上からの方がすっきりしませんか。よし、じゃあ常世の王と風の絵からいきましょうか。さっき常世の目の君やったばっかりですから。ご飯を食べて、あんあたりもらおうかな。適当ですね。いやこれ柄もいいっすよね、結構好きなんですよねこの赤乳洞。それじゃあどうしようかな。またあれでやろうかな。これにしてです。あ、違う違う、これじゃなくて、なんだっけ、猫ちゃんですからこっちか。これはこれにして、因子、精神統一が1つ目2つ目になってるのか。じゃあこれはやっぱりあっちでいきましょうかね。なんだっけ、いやこれにしてですよ。吸気と吸気因子をこれとこれを置いといて、続行吸気をちょっとやり
たいとこなんですが、あえてここはあれ、ジョージョ、これ使いましょう。で、あ、1個でもいいんだけど、これ。そうだな。なんか面白いのがあるといいな。ここはあんまいないんですよね、この。会心が出るものは多いんですけど、属性系がいないですよね。貝とか面白いかもな。貝で続行吸気持ち。誰かいたような気がするけどな。いなかったっけ？ヨシエは違う？これは属性系なだけか。おしっちゃんは旧姓ですよね。あれら、いないか。貝とかも面白いんですけどね。うん、てかまあ結局このジョージを使いたいだけなんですけどね。これか、ここをもう特に意味もなく棒にしてしまうか。吸気、そうですね、やっぱコンとかにはなっちゃうんですよね。吸気1積み、あまり強くないなこれ。ナウテの払い石をつけたいっていうだけなんですけど、特でえーっと連勝凝縮、んー、ちょっと吸気が一つしかないですけど、どうかな、ちょっと厳しいかな。一応こう、なんていうんですか、欲張りセットみたいな感じですけど、強くはないですね。強くは絶対ないですね、これ。属性防御はいらないでしょ。これを連勝強化凝縮と、追加か。と風霊はさすが厳しいでしょうね。うん、いっか、これでいこう。これで猫ちゃんでやりましょう。ちょっと火力が微妙かもですが、まあそんなに時間的にめちゃくちゃかかるってことはないと思うので、まあ、普通のですしね。まあその代わりに素材は出やすいっていう感じですね。出やすいっていうか、まあ出やすいかどうかは別として。待てよ、ちょっと待てよ、ごめんなさい。それではせっかくお風呂入ったのに。スキル構成、どうやってみるんだっけ。待ってくださいね。アクアイ周期者を引いてるから出てないわ。これでいきましょう。いいっけ、まあいいか、行こう行こう。よしよし、すいません、間が長いすいませんね。この後もこうちゃっちゃ組めるぐらいこう頭が動いてるといいんですけどね。あとの世界ですからね。よし、まあ頑張りましょう。よしよし、おい、キャッチ、いいよ、このまんまの放題状態で打てるのがこれいいとこですよね。ちょっと赤ですかね。雪1積みですからね。まあまあ、左手のままだな。後ろ足か、まあ、まだ破れてないし行きましょうか。まず早速破敵の方を使います。待って、壊した、あらまあ、
私の出番が手に当たっちゃった。これ足いきましたかね。手だね。あ、でも当たっていい手だ。じゃあこれはいきましょう。溜めます。うん、飛べ。 OK、 いい感じですね。いいよ。あとはこの足、後ろ足だけですね。ほい、はい、逃げられた。おお、オッケー、よしよし、全部壊れましたね。まあ、この辺はやっぱコーンいいですよね。でコーン の、 あのいわゆる魔法はあれも乗るんですよね、確か。あの属性ダメージもなので相性はいいと思います。うろうろするね。はいはい、オッケー。ただ、まだこの、あ、もう当てちゃった。あれは苦手なんですよね、追クは。追クもあのフルで貯めると、あの、なんていうんですか、ひるみが確定で取れるっていうおまけ付きなんですけど、これ、角はまだある？もうないかな。最初の方で壊してましたよね。いいね。じゃあ、あとでこかすように取っときましょうかね。やっぱり外していくっていうね。もっと式に苦手だな。大丈夫か。いいね、みんな上手。本当その鬼ちぎり当てる力が欲しい。逃げられた。え、よいしょ、どこ行った？オッケー、トントン、ほい、これでバーン。うわ、近い近い。おーっと、痛い。いや、あんまり痛くなかった。ツー、ほい、すごいとこのね。結構うろうろするんですよね、こいつ。ネロトル、ネロトル。ちょっと狙いにくいんですけど。あら、当たらないの？え？まあでもだいぶ追い込んでますね、もうすでに。おんちきり極めきました。集まれみんな。八兵衛さん何やってる？あぶね。おい、なんかあんまり当たらなかったぞ今。まあいいや、ちょっと当てましょうか、連勝でも。よいしょよいしょ、ほい、
聞け、武器が悪い。はいはい、どこ行く。おおひょ、オッケー。まあまあまあ、目標沈黙、結構妥協してもやっぱ属性便利ですね。うんうん、すいません、喉がやっぱり暖房かけるとやっぱなりますね。よしよし、オッケー。ほんと最近あれだな、おぼろ見ないな。よいしょ、ちょっとすいません、お水飲みます。うんうん、すいません、戻りました。ましょうね。寝ないんだよな。そうですね。まあ特に、まあ、ひどいな。そうですね。どういうことよっていう感じですけど、まあこんなもんですよね。確かでも自分で回収する必要はなかったと思うんですよね。味方が回収してくれても。そうするんだったと思うんですけど、残念賞ですね。まあ、やっぱこんな簡単出ないですよね。勝てないね。よし、じゃあ次は床屋の王行きましょうか。床屋の王も弓でいいかな。このまま、あ、評価できますね。弓だけ持ち替えましょうか。床屋の王は水が弱点なので、一応確認でここでしたね。はい、ダメですね。あとはもうこの辺りはできちゃってますから、猫ちゃんのもういらないですね。よし、よーし、 OK。 40分ぐらいですか。もう一つ行って終わりぐらいですかね。じゃあ、明白楽、明白楽とかってかぶるのかな。何ができるんだったか忘れたんですけどね。でも小屋の王の腕どうかな。あ、明白楽出ましたね。明白楽どうなのかな。あーでも一応黒なので大丈夫なのかな。かぶっても大丈夫そうですね。どうしようかな。ない、待て、武器強化で得意の方は、まあでもこっちでしょうね多分。この辺りは多分回収、まあ本体の回収はありそうですけど違うと思うんですよね。まあ当初の予定通り行きましょう。まあ月読みが終わってましたね。じゃあ寄って、月読みを一段レベルアップさせましょう。まあでもこの天子ちゃんもすごい優秀なので、素材が結構たまるんですよね。天子ちゃんとこの何ですか、武士みたいな箱あげたら取ってきてくれるっていうやつですよね。最初はゴミばっかり持ってくるんですけどね。なんでこれ月読み育ててるんだろう。まあいっか。じゃあ弓を持ち替えます。絶霊昇級、
はかなり属性によってるので回復力は結構いいんじゃないかなと思います。あ、違う違う、これはね変えない。それは強いはずだわ。これだけの腰テープ、さっきと同じ構成しましょう。でここは剣の上場にして、で頭を、本の、飯島八重さんにしましょう。まあでも一つでもどうにか回復は、まあ気をつけておけばちょっとずつ減るって感じでしたね。なので大丈夫と思いますね。行きましょう。お疲れ。任務で今度は常世の王は16ぐらい、極限の鬼これだ。行きましょう。頑張って。なんか DLC の他の方がいいような気もするんですけど、まあまあいいか、いいね。行きましょう。なんかこの録画しながらやってる時に、普通のこの何ていうか1体あたりの分であんまり出た記憶があんまりないんですけど、どうですかね。あんまりできたらやったーっていう、まあそれでもどうですかね、そこそこは作ってるのか。そうですね、裏でやった時は何にもできたことないんですけど、配信中はなんだかんだで少しずつできてますもんね。よっ、やっぱ回復しますね、かなり入ってますね。それこれで打っても回復するぐらいですから、沈みなんですけどね。ほい、結構簡単でしょ。これもなんかの動画で見て、それまでは私も一瞬しかしなかったんですけど、あ、結構強そうって思ったのと、あと何て言うんですか、楽そうっていうのがあって、はい、見て、よし、花子さんどうした、なんか引っかかってます。いやー痛い、やっぱ痛いな。まあで回収してる間も痛い、危ねえよ危ねえよ、いけ、8か、どこが残ってんの、あ、黄色のところか。じゃあやりましょう、吹っ飛ばします、吹っ飛べ、よし。まあ今みたいに色が一発で変わるぐらいの威力はありますね。おい、飛んでった、よし。後ろ足に今ロックが入ってるので、ひょー、危な、結構動くな、やっぱり痛い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 、練習当ててやろうと思ってるんですけど、ダメだな、これよっ、あとは腕か、おお、うめえ、すげえ。すべて破壊終わりましたね。やっぱ優秀だな皆さん。回収手伝いましょう。じゃあこれやる、よいしょよいしょ、そう、まあ結局回収が何だったのか見てなかったんですけど、おっと、ナイス、止めたよ、
ピューターがやっぱ強いですね、本当。これはどうしよう、置いとくか。そう、属性はでも、もうこんな感じで本当雑な構成でもかなり火力出るのでやっぱり欲しくなっちゃうんですよね。で、あのよくあるジレンマになるんですけど、あの素材集めをしたくてこの作ってるのにその素材集めでハマるっていうんですね。まあ、この手のあの仮ゲーあるあるですよね。その代わりなんかあの1個突破口を作るとそこから一気にあのその属性の弱点の敵倒してるとあのまた別の武器が作れたりするので、やっぱり属性武器を本当偏ってるやつを得意武器とかで1個作っておくとやっぱいいのはいいですよね。ほい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 、えいよいしょ、邪魔で、ほんと精神統一1個積んでるだけでこの亀なしでこう3個因子が飛んでくっていうのはほんとめちゃめちゃいいですよね。飛べ、ゲイ、みんな集まれ、来た、飛びな、ゲイ。こいつあの V が中途半端多いだけに結構損なとこありますよね。強いのは強いんですけどね、結構、まあ、あんまり別って言っちゃいけないけど、別シリーズ言っちゃいけないですけど、2になると結構強くなってた気がしますけど、比較的相手はしやすいですね。あの火力はあるんですけど割と組みしやすいというかですね、あんまり悪いこと言うとこうなる、間違えた、ほれほれ、これだとやっぱさすがダメか、どうなんだろうこれ、あんまりこれ追いつかないと痛いっす。ああ今当たりましたね、弓が取れるんじゃないかなこれ。ああ そして麻痺散々、あ外した、はい、ふい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 、ためろためろ、ふい、オッケー、いやーいい感じ、やっぱり属性武器できてよかったな、強い。がっかりちょっと可愛いですよねよし行きましょう、あバテてる、うん、さてどうでしたかね、大丈夫かな、なんか何をがいるんだったっけ、尻尾と帰ろうか、尻尾と何かでしたね、牙か、牙はあれかな、あの破壊報酬じゃないかな、ここにはないですね、あー多分ダメですねこの新牙ってやつですから、新牙じゃダメなんだ、何牙なんだ、曲か、曲なんとかが一つもないですね、あ曲尾はでも出た、まあまあでも一歩前進といえば前進ですね、うん、そうですね、例えばですけどあの気力とかがやっぱりすごい気になる武器とか、あの鎖鎌とかもそうですし、あのまあ全部気力は使うんですけどね、あのなんだっけ、あのタッチとかもあの すごく使いやすくなりますね。
あの会心と違って、あの会心で投資で回気力回復するタイプだと、あのどうしてもなんて言ったらいいですかね、あの運がやっぱりあるじゃないですか、いくら上げてもですね。なんですけど、あの属性攻撃はあの効くんなら確実に回復するので強いんですよね。すごい水のタッチとかで、あのこのなんだっけ、ミハヤヒカとか相手するのはかなり楽だった記憶があります。ただあの属性に特化してる太刀使いっていうのがちょっとあんまりいなかった気はしますけど、あ違う違う、これだ。あ、あとやっぱ極騎馬だけですね、極が。そう思うと惜しいんですよね。これもあと疾風だけでしょう。え、これが分かんないんですけど、多分ですねこれあとあのなんだっけ、さっきのマガツイクサの素材が出たら作れるんじゃないかなと思ってますね。もういい加減出てよって感じですけどね。常世の目の君、この辺はまあ常世の王ですね。常世の王じゃない、あのなんだろう、ほら伊豆地かなた、そうですね。この辺りは1個作ってもいいんですけどね、この後ちょっと調べて作ってみましょうかね、1つくらい。この辺りもやりたいとこですけどね。よいしょよいしょ、あとはそっか、お風呂はついで入っときますか。ちょっとさすがにもう一戦やるのには微妙すぎる時間ですね。またにしましょうか。まあ、ただこれ属性武器張り切って作ってますけど、あの高難易度クエストに持っていけないのがちょっと寂しさですよね。またなんか一通りでも暴れてみたいですけどね。とにかく一番やりたかったのはあの薙刀の丸ボタンの攻撃で、あの敵の足元で暴れまくるっていうのをやりたいんです。欲を言えばですね、あの買い特化とかでそういうのやってみたいですね。あの壊しきるかどうかは分かんないですけど、壊しきれればすごく強いんじゃないかなと思ってるんですけど、いいかな。なぎなたがいいのはあの狙って当てるの難しいんですが、まあ、代わりにどう言ったらいいですかね、あのいろんなところ巻き込めるのがいいとこなので、その代わり1箇所あたりの攻撃が弱いって感じですよね。なんかこの間喋れなかったのを思い出したら、今日はなんかめったやたらと無駄に喋ってますけど、あっていうかほとんどやるな。よし、じゃあ今日はここまでにしましょう。また次回ですね、もうちょっと素材集めして、まあ、武器が一通りできたらまたちょっとあの軽くまあ素材集めの延長ですけど、やっぱりちょっと属性の分で暴れてみたいですよね。特にあの面白いのは、個人的に好きなのはあのグーですね。グーのあの何ですか、オラオラ攻撃をあの属性吸気とかだとあのずっと当てるとかも可能は可能なんでですね、まああの本当にずっと当てるのは無理にしても、あのやっぱり出したい時にすぐに出せるっていうのはやっぱすごく強みですからね。そういうのをやりたいなと思いますね。またスキルシミュレーターもちょっと回してみたいなと思いますね。だいぶ揃ってきましたしね。はい、まあまああの喋り出すと結構深夜テンションだな。今もうすごくいい時間なんですけど、とってもいい時間ですね。はい、まあなんですけど、ちょっと明日に差し障りがないところでさすがに寝ましょう。はい、では今日のところはこれで失礼します。大変いつも長くて申し訳ないんですが、あの付き合いいただいた方大変ありがとうございます。あの本当あの高評価等もですね、あの大変ありがたく確認させていただいております。まああのそうですね、あの、まあ、無理してあの見たりとかっていうのは私もあの本当自由にあの本当動画撮らないときは本当に撮らないですし、あのすごいこう自然というか、あの、まあ、ご自分の気の向いたときにあのご覧になっていただければ十分かなと思いますので、まだもう少し続きますからね、あの陶器伝極みもですね。あ、そろそろまた次も考えなきゃいけないんですけどね。
まあ、今どちらかというとこの素材集めに必死になってるんで、まだあんまり次のこと気にしてないですね。まあいいのか悪いのか、なかなか素材が集まらないんですけど、おかげで楽しく遊べてますね。はい、あ、また話が長くなります。では今日はここまでにしましょう。はい、それでは大丈夫ね、大丈夫ね、OK、はい、じゃあ今日はここで失礼いたします。皆さんどうもありがとうございました。またよかったらお会いしましょう。さよなら、バイバイ。